どうも、皆さんお久しぶりです。うぷ主のホムラです。実に3ヶ月ぶりですね。今日はいくつか報告をしに来ました。まず、なんでこんなに投稿期間が空いたのかですが、今年の2月に働いている場所が閉店することになり、閉店を経験したことがある人は知ってるかもですが、閉店ってちゃんと忙しいんですよね。閉店が終わった後は、必要手当の準備などで忙しくなり、それでも少しずつ編集していた物語もあったんですが、不意に外付け HDD に衝撃を与えてしまい、まとめて消えました。そっから当分、編集する気が起きず、今になります。まあ、半分は自分のせいですね。こっからは物語に関するちょっとしたお話で、現在、創作中の物語は2つあります。幻想入りと現世戻しの2つです。現世戻しに関しては自分の知る限りでは、同じ物語はないと思います。次はそこそこ大事な報告で、これからのゲーム実況は多分生声です。気分によってゆっくりになるかもですが、まあ、物語中心ではあるんですけど。報告はこんなところですかね。それでは、動画を終わりたいと思います。これからも当チャンネルをお願いします。